こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田ひろみです。イルカの時間です。合わないじゃん、もう。ねえ、なんで今日は。実はね、今これ録音するまでに何回、何回失敗したか。ねえ、なんかさ、こう、なんていうの、想像すると、もう、何を想像してんの？なんか笑えてきた。だからさ、もう一回やるか、一緒にね。いや、まあ、やってみます、まず。まず言ってみ、ね。こんにちはから。こんにちは。こんにちは。声が出ないんだよ。なんで？なんか詰まっちゃうんだよね。おかしいじゃない。おかしいね。うん、向井、はい。こんにちは。こんにちは。小原田水沙です。小原田ひろみです。イルカの時間です。ほら、いいじゃん。バカじゃないの、あんた。これに来るまでにあんた5回、6回、かなり失敗してんだよ。そう、難しいんだよ、でもね。そう。ちょっとね、緊張しいだからね。なんかさ、もうちょっとか、なんか融通きかないっちゅうかさ。そうだね。うん。その通りだよ。それでさ、まあいいじゃん、はい、ね、久々だからさ、いや本当にですね、久々なんですよ。別に喧嘩して口も利かないような日々を送っていたわけではなくですね、そう、おかげさまで飛び回っておりまして。そうだよね、もう朝早くに出ちゃうからさ、いつも朝ね、うん、あの結構余裕があったんだよ、うんうん、そう、だけども朝早くから出てるからさ、うん、なでね、なんとなんと2日間ね、うん、あのあれだよ、ひろと君のさ、うん、作品展でね、うん、文京シビックホールへ、はい、朝早くに行ってね、そう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 、うん、もう月曜日は朝、朝ね、5時半、あ、月曜日じゃん、月曜日はあの火曜日だよ、事前準備だから、そうそうそう、火曜の朝8時集合だったんだから、そうな、うん、で荷物いっぱいあったからさ、うん、もっと早く行かなきゃって、早めにね出てね、6時半ぐらい家出たんだよ、そう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 、うん、ね、うん、だそれやれなかったし、うん、それから今日ね、うん、今日は俺が早かったんで、そう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 、ね、朝行ってたの、うん、朝は当番、うんね、当番っていうか、そうだよね、まあ一応責任者だからね、そう、そういうことやってさ、うん、ね、だけどね、うん、いやちょっと本当にちょっとどころかもう驚いてるよ、うん、でまずさ、あれだけのこうねディスプレイ、うん、ね、うん、本当に展示がさ、うん、もうあれ超一流だね、超一流の展示になったね、いやー、アフになる予定じゃなかったからね、かったすごかったね、本当に、うん、本当ありがたい、こんなことになるんだと思うぐらいね、うん、これ本当ね、うん、ぜひ見に来てほしいんですけど ね、うん、ね、それがあって、それからそう、あとね、なんていうの、たくさん来てくれるんだよね、そうだからさ、お客さん来ないと思ってたわけでしょ、来ないっていうか、来ないっていう、そうそうそう、だから特別なんていうの、例えばさ、よくあのなんてハガキとか作ってさ、うんうんうん、知り合いにわーっと送るよね、送るじゃん、いつからいつまでで、作者が何日にいる予定ですとか、そういうことやらなかったからさ、何もしなかった、フェイスブックでしょ、うん、それからまあブログとか、あとホームページ、そう、うん、でメール出したりとか、うん、程度じゃん、うん、うん、でそれでさ、うん、あとなんだ、あとチラシをね、うん、配る程度、イベントの時にね、あのワクワクサロンとか、うん、スピリチュアルトークアンドバーとか、あとサロンのお話し会とかね、そ う、 そういう時に、も、うん、そう、もちろんだ、そういう形で連絡した方も、うん、本当にね、あの嬉しいね、来てくださる、うんうんうん、だけどさ、うん、もっと面白いのはさ、うん、通りがかりの人よ、そうなのよ、もう通りがかりの人がフラ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 入ってくる、そのフラフラってそれ褒めてないし、おかしいよその日本語そうだね、うんうん、だから通りがかりの方が、あれと思って、そうだね、ピピッと来てね、そうそうそう、うん、ひらね、フラフラではないの、ごめんね、フラフラおかしいから、いや、それね、おかしい日本語だから、いや俺がね、うん、あのそれ通りがかりの人間だとしたらフラフラと吸い寄せられるように、はいはい、入ってしまうから、そういう表現になるんで、それをさ、フラフラってなんかさ、フラフラっとこうなんかさあ、なんかのれんをくぐってチュワーみたいな、まあね、赤ちょうちんみたいな、うん、そう、でもね、違うし、ありがとうあそこで清がもうもうすごい口を押さえて笑ってそう、でもさ、うん、ありがたいよ、でもそうやってさ、うん、あのピピッといて入ってでもなんかピピッとフラフラね、ちょっと本当テンションが違うね、わかんない、本当全部テンションが違うよ、だけど、うん、やっぱあれはね、やっぱ、うん、あのそうやって来てくれるとさ、来てくれてさ、うん、いや俺本当びっくりしたのさ、うん、本当にピピッと来て入った人が何急にピピッとして、なんかさも自分が言ったような、私が言ったのピピッとっていうのは、うん、来てくれて、うん、ね、あのずっと回ってさ、そう、感動してさ、なんかさ、もう涙うるうるしてさ、満月と書いてくださって、いや本当にいいもの見せていただきました、ありがとうございましたとか、うん、これからも頑張ってくださいとか、そう、すごいのよ本当に、本当に、ね、感動するよね、でさ、うん、あるおじさんなんかさ、うん、本当にあのね、あの一周回ってひろと君のところ行ってさ、うんうん、でひろと君手握ってさ、うん、で頭撫でてさ、うん、でその後さ、うん、ね、本当によかった、本当ありがとうってさ、うん、泣いてんだよ、そう、もう50過ぎのおじさんだったよね、うんうん、それからね、
今日もね、うん、今日はね、70過ぎだろうかな、うん、年配のおばあちゃんが来てさ、うんうん、いいですねって、それでもたまたま通りかかってきたんだよ、うんうん、でいいですねって、うん、で私この絵が好きなんですって言うわけ、うん、でその絵はね、あの、時計がさ、12までじゃなくて20まである、20までの時計、うん、時計があるんです、うん、あれをあの絵が気に入ったんだって、うん、どこが気に入ったんですかって、これで20まであるでしょって、うん、私ねもうねそんな先長くないからね、うん、ね、だからこんなね、うん、なんていうの、20時間ある時計ね、うんうん、こういう時間を過ごせたら私幸せだなと思いながら見てたんですよっていうわけよ。すごい素敵じゃな、うん、そういう人とかさ、うん、本当にいろんな人がさ本当に、うん、あの 通りかかりました、うん、たまたまそのパッと、見たら、うん、そのね、うん、あの看板見たら、うん、いや素敵な看板で、ね、うん、思わず入ってしまいましたっつってね、うん、そういう人も結構いるっていうのがさ、そうね、意外と私がね対応させていただくのは、うん、画家さんが多いの。あ、そう。いや僕も実はね絵を描いてるんですけど、うん、僕のはこの才能の足元にも及ばないっつって。あ、そう。もう絶句しているあの画家さんとか。そうだね。いやこの完成はすごいとかね。そう。だから、ね、俺が好きなのはさ、うん、あの星空の絵ね、あのちょっとっててお丘があってね、はい、丘にこう動物たち、うん、キリンさんもいたかな、カエルがいたり、うんうんうん、動物さんたちがみんなね目つむってうっとりこう、うん、なんか寝てんだよね、うん、でそこに空がバーっと星空がバーっと広がってんだけど、うん、ね、本当に点点点とあの星が素敵だしね、うん、あ、うん、なんとも言えないあのねこう癒される、うん、見てて癒されるものがあるね、うん、そこにはな、うん、なんかね、皆さんねやっぱりあのこたつオレンジ色 のこたつの絵がいいっていう方もいらっしゃれば、うん、夜空も雪空がいいとか、うん、皆さんいろんなんだよね、あの太陽と雲のね、うん、そう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 、絵もあるしね、あとこう紫っぽくてこう一人象さんがの一人ぼっちぽつんと一人じゃないみたいな、で、うん、人気なのはね、うん、四方八方から手が出るやつ、あ、はいね、白字でね、はい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 、で手がいっぱいこう出てるやつね、あれスタッフのバッジにもしたんだよね、そうそうそう、そうあの脱出版 の、うん、あの大根田さんが選んでくれたって、うん、スタッフバッジ作ってくれてね、そうだよ、うんうん、でねあれをね、うん、誰かが言ってたな、子供に見せたんだよこれ な、うん、なんだと思うって言ったらね、うん、動物さんたちがじゃんけんしてるんだよ、あ、はい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 、じゃんけんぽってですね、そうそう、うん、本当にそういう感じでしょ、うん、そんなやとかね、みんなはそれぞれがそれぞれのね、うん、あのなんて言うんだろうな感覚で見ては、うん、もうこう感動してさ、うん、あ、いっぱい、うん、本当にたこうそれこそ絵を見ながらね涙ぐんでる人いっぱいいるんだもんな、うん、あ、それでね、あの、まあ、ちゃんと正確にねもうカウントしてない、うん、まあ、アバウトな私たちらしいんだけれども、うん、あのお持ちになるパンフレットの数から言うと、うん、初日でだいたい100人、うん、お昼からだったよね、初日で100人で、今日が大体200人ぐらい、あ、そうだね、にぎやかだと今日にぎわってたよね、うん、でも全員が受け取らない方もいらっしゃるので、そうだ、ね、うん、まあ、もちろんその一人で友達にもだから2部もらっていいですか、うん、ってそういう方もいらっしゃるので、うん、まあ、必ずしもそれがリンクしてるとは限らないんだけども、うん、ざっと初日100人午後からで、うん、今日が200人ぐらい、あ、うん、すごいね、だからいい場所だったよね、なんだかんだ言いながら、うん、だからそのさ、うん、やっぱり人が通るからその通りかかりたくるわけだからな、そうそうそう、うん、だから区役所に来ましたとか、うん、そういうのもあるし、うん、あそこなんか抜け道なんかな、スーッとこうどうなんだろう、そうそう、あそこそうみたいよ、で郵便局がそばにあって、うんうん、そうだ、郵便局に行こうと思ってちょっと寄りましたとかね、そういう方もいらっしゃった、うん、あんまりあの区役所の人はあんまりねいる感じしないけどな、いや、そんなことない、そんなことないのかな、うん、本当、うん、いらっしゃる、うん、ああそう、うん、それはすぐなるだね、本当に面白い、うん、なんかだから多分面白い流れだと思うよ、いやね、本当にその知り合いが来てくれたりさ、うん、やっぱ案内した人が来てくれるっていうね、そうそうそう、うん、ことが多いんだろうけど、うん、そうじゃないもんな、うん、いやでもね、本当これはね、うん、やっぱり翔子さんとひろと君の人徳かな、みんながこう手伝いたいって手伝って、うん、でもうつながって本当に面白いんでね、つながってつながってつながって、あの地域の方がいらっしゃって、そうなんだ、だから本当にね、いや前から知ってる人がやってるじゃないんだから、そう、本当に今回のあれでさ、あのこの作品展でなんかあの友達になったみたいなね、そうそうそう、感じでさ、うん、それもなんかあれだよな、あのなんか昔からの友達みたいな感覚だな、不思議だよ ね、 ね、だって会ったのはさ月曜日、うん、そうの夜だよ、あの
ダーツさんに行った時に初めて会って名刺交換して、うん、ああよろしくなんつって、そうなんかもうあれだよね、そう仲良しになっちゃったよね。そうだ、あのね、あの中野さんの奥さんなんかさ、うん、もう昔から知り合いみたいな感じな、うん、やっぱ気のいい人っているんだね。やっぱまたね、その人が人を呼ぶのよ、うん、俺今日驚いたのはね、一、うん、人 の, あの女性がずっと見て回って、うん、よかったっつって、うん、で帰っていったのよ、うん、でしばらくしたら、うん、なんか知り合いの手引っ張ってさ連れてきたね、連れてきたんだよ、うん、そう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 、うん、いいよこれいいよすごいこれ見た方がいいよっつって引っ張ってきたんだよ。嬉しいよね、うんうん、まあそんなことがね、うん、あったよ、うんね、いや本当によかったね。なんだろう ね,、うん、ねやっぱこれは絵の目つ力ね、まあこれはねなんかあるよね。でもまあよかったよ、ペース戻ったよ、よかったねなんそのな緊張してたのか何なのか、まあ、久々に喋ったから緊張しちゃったけど ね, そうだね、うん、別にあの夫婦喧嘩していて恋のブログを休んだわけではございません。そうだ ね,、はい、ね仲良くお仕事しております。そうですね、ということで、ね、あのぜひあの文京シビックホールアートギャラリー、そうそう、いつまでだ、明日と明後日、ね、朝の9時半から夜の9時半まで、うん、明日はね、そうだね、で明後日が朝の9時半から18時まで、そう、はい、うん、はい、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。